こんにちは、こんばんは、やさむるです。今回は期間限定レアガチャのクリスマスガチャを引きたいと思います。2回引きたいと思います。この前にあの友達と2回引いて、リリスと、あと誰だっけ、ちょっと見ていいですか。リリスと、あ、エンジェルか、リリスとエンジェルが出てるんですけど、ちょっとね友達と引いちゃったので、それを抜きとして2回引きたいと思います。ちょっとね、流れでね、引こうよみたいな感じになっちゃったので、じゃあ行きます。回す。これ可愛いよね、結構ね、意外と可愛いけど。はい、ドーン。金。まあ、もう、でも一応被ってはない、被ってはない。アルス・パオリナ。進化させる必要がないんだよね、ここら辺の人たちはね。ここら辺とかみんな、そっか。ちょっとね、最近パズドラで乱数調整ってのはしたことがない、してないので、まああまりしないんですけどね、パズドラじゃ。よし、いきます。入りました。カーリー、リュービー、サクヤ、回す。でもなかなかね、金は出ないと思いますけど、ポン、ドーン。まあ、お、え、起動な。ちょっと待って。もうね、流れで言っていいですか。流れで。1個、2個、3個、4個あるじゃない ?4 個あるじゃない。で、実はここに10個ある。で、14個でしょ。でも、どっかのダンジョン1個回ってゲットしとくので、15個、3回引きます。よし行くぞ、よし行くぞ、よし行くぞ。カーリー、カーリー、てか金、銀。これ銀から金ないからね、銀から金がないから。あ、でもかぶさってはない。でもあれだよね、各色の一角だから使い勝手は悪くはないよね、全然ね。うん、メリークリスマス。カーリー、回す。メリークリスマス。わあ、ダブった。ああ、そうだね、そうだね、リリス。でもさ、ちょっと待ってよ、今まあその友達は来ましたよっていうのも2466回引いてるんで、お願いします。ここらでお願いします。回す。お願いします。ドーン。金。おー、マジかー。まあまあまあ、かぶるよね、そりゃ。あれ、かぶるよねっていうかさ、あの、戻ってきてない。まあ戻ってきてるっていうのは、まあこれね、エンジェル、リリスでしょ。で、まあ出て出て出て、リリス、エンジェルって言ったら戻ってきてるね、来るって、一周してきてるよね。なんかもう一回引いたら出てきそうな気がするけど、どう、動画で今引いた5つは被ってないよね。これ結構すごいね。まあ待って、動画でこれ被ってないってことは、次も出てくるの被らないんじゃないの。あ、これはおそらくもう一回引けって意味だと思った、被ってないからね。だからもう一回、これは引かさせてください。引きます。いや、多分被らないでしょう、だって全部被ってないもんね。はい、どう。あー、ですよね、ですよね、ですよね。はい、まあこれはもう終わりです、これで終わりです。いや、被らないかな、多分あの流れでやってれば被ってでない、買ったかもしれないけど。そうか、やられた。まああの流れだったら金が出てくるんじゃないのかなと思った自分がちょっと安易だったね。まあでもね、どうだろう、まあ一発で出てくる人いるとは思うんだけれど、なんか金率が意外と渋いみたいなので、あの一点狙いしている方、まあ、例えば飛龍尾が欲しいとか、あのサクヤがサンタサクヤが欲しいとか、これクリスマスカーリーって言ってるのかな、
ックが欲しいとか、まあ、1点狙いしちゃうと、まあ、結構大変なことになるかもしれないんだけれど、まあ、でも銀でもね、あの各色の威嚇がいるんだよね。だから各色ではないか、まあ、でも威嚇を持ってる子が出てくるから、まあ、あの最近パズドラ始めた方とかも含めて、まあ、あの悪くはないんじゃないのかなとふうに思うので、まあ、でも自分は一応8回ぐらいトータルでね、クリスマスガチャのトータルで8回ぐらい引いて銀だったので、まあ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 しょうがないかなと思っております。なので魔法石はやっぱ魔法石の運用はね、ちゃんと自分で考えてやった方がいいと思います。でもカーリが出たらね最高なんで引くのはありだと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。